はい、皆さんこんばんは。今回もね、このガンダムソース3の実況をやっていくんですけども、天井に集う戦女神たちシリーズ、こちらの、2つ目ということで、今回やっていきます。で、説明文はね、全部言うてもと一緒なんで、読むことなくね、やっていきます。では早速ね、いきましょうか。あ、そうそう、今回ね、ラックスが使えるようになったということで、早速使っていきたいなと思います。で、パートナーが、セシリーさんですね、にしまして、一応ルナにしようか迷ったんですけども、ちょっと言い方あれかもしれないですけども、美味しいものはね、最後に食べる派の人間なので、好きなものは後にって感じで、やっていこうかなと思います。イズイで、ラックスが乗るそのメイン機体っていうのはこのインフィニットジャスティス、これアスランが元々乗せてきたと思うんですけど、こちらなのでね、やっていきます。はい、ということなんですけども、今回の戦い、みんないるわけですけども、ドモンを倒せば終わり、そして、こちらのプル、それから僕がやられたら撃墜だって、されたらゲームオーバーなんで、気をつけてやっていくっていうような感じになります。はい、では早速ね、いきましょう。お、アニメじゃないってやつですね、これね。ダブルゼータのオープニングだったかな。プルを救出せよ。なんか孤立してるのがいいね、あれだろ。よっしゃ、行くぜ。僕そうですね、2とかやってた時期は、ラクスよりもルナの方が好きだったんですけども、今、そうですね、トータルして見たときにラクスの方が好きですかね。ビジュアルとか、その敬語がね、私非常に好きでですね、弱いんですよね。なんでちょっとね、今はちょっとラクス推しですね。推しっていうか、ラクスの方が好きですね。決してルナが嫌いなわけじゃないですけどね。むしろ好きなんですけどね。そんなような感じなんですけれども、そうですね、やっていきましょう、今回もね。で、早速このカタパルトをね、ダッシュすることに成功しました。で、プルがどこにいるんだっけ？制圧しました。あれ？あ、いたで、合流しても特に会話はないのかな。であれば次行こうか。で、なんか向かってきてるやつがいるので、あいつを倒そう。あ、カイさんですね。あなたが信じて戦うものは何ですか？ほら、勲章ですか？ジャスティスはどうだろう。2ではあんまり使ってなかったかな。一応出てたんですけどね、こういうくるくるくるみたいなね。あとこのビーム砲ですかね。あれ、間違った。戦争するのが元気って思わないけどさ、元気出して。あ、プルはいう少女ですね。一部の人が好きそうな。僕はちなみにそっちのくくりのね、人間ではないです。あ、ハヤト、一年戦争のね、カイト、ハヤトがいらっしゃったということで、そうですね、ちょっと倒していこうか。僕が相手だということで、無双なんだっけ。なんかこうぐるんぐるんさせてね、切り刻むような、そんな技ですかね。ジャスティス安定してるんですけど、なんかちょっとね、足りないような感じですかね。僕はあれだな、ダブルオーと比べちゃうからダメなのかな。期待が強すぎてね、とりあえずね。お、ディーフィールド、よし、行くぞ。ジャンプ無双がこうザコをね、こうやって巻き込める感じのやつですね。あ、ルナも戦場に来てるんだよな、俺な。さっき撃ついてるから。守りたいんです。すごい。いいね、この感じで行こう。よし。そうだな、こっちから行こう。順番にね、やっていきましょう。あれ？このまま行くわよ。どうしよう、こっちか。ルナマリア駅と合流だがすぐ離れるというね。はい、はい、はい、ということで。ここなんだっけ、カタパルトじゃないし、前哨基地か。じゃあここ取っちゃうか。で、フィールド入ったらこう続々出てくるので、使おうか。はいはいはい、道義な。ダースさんのおとりだぜ。さあ、シールドを取ったところでもう一回ね。はい、無双ゲージやっぱり1本しかないとね、すぐ終わっちゃうんで、あんまり暴れれないんですよね。やっぱりその育成しがいがあるっちゃ あるんですけどね。わおわおわお、すごいことに。やっぱメスはこうじゃないかな。いや、そうですね、今オロチ2の収録とかもやってるんですけども、やっぱりそのどれも違いますよね、その楽しみ方であるとかね、やっぱりそのやってる感じね。オロチにはオロチの楽しみ方というか、楽しい要素、ガンダムにはガンダムのね、いい要素というのがあってね。同じ無双でね、作ってるとこも一緒なんですけども、でもやっぱりその全く一緒ではないのでね。同時進行でも全然こう苦がないような感じですかね。ルナはまたシャーザクになってんだね。あれ出してあげればいいのにね、ガナーザクボーリアね。出てないのかな、今回も。で、倒したんで、そうですね、次こっち行こうか。
りゃまずいな。さあということでカイさんを倒して援護使ってみようか、セシリーさんに敵をまずこうやって呼び込んで行くか。助けて F91 ですかね。終わり。あ、今の黄色いなんかビームライフルみたいなのがあれが援護、微妙すぎんだろマジか。まあまあまあそんなに期待はしてなかったけどさそっかそっか、分かった。セシリーさんはですね、パートナーにするのはちょっと違うような気がしますねでもしかしたらなんか効果あんのかもしれないけど、チョコパフェ食べたいな。チョコパフェなんで今ごっちゃごちゃねごっちゃごちゃだわ。あ、今回この3人がこう活躍するみたいな感じかな。ルーナと3人じゃねえや、2人か。あ、どうもんだ。ガンダムファイト、レディーゴーってことだよね。つまんないの、つまんないの言われちゃったよそうだな、本拠地以外はまずやっぱりね全部制圧する流れの方がいいよね。あ、早田がこれまた蘇ったんでこれ倒しちゃう。ガードされたな。4回までしか攻撃できないからね、まだね。あ、いや、あい、ふいふい。あ、で、ジャスティス使うのは初ですね、3がね。2とかで使ってたんですけどね。まあ、それでもそんな、すごいね、使ったわけではないですけど、何回かですかね。ストライクリーダムの方がどっちかって好きだったかな。あれ、まだ来てる。で、あ、来たか。ね、ドーモンですね、ゴッドガンダム、シャイニングガンダムが出る日が来るのかというかね。そうですね、こっちから行こうと。アニメじゃない。勝ちたいわけではありません。ここなんだ、守りたいんです。アンテナ、通信施設、ね、取っちゃおうかこれもね。いいや、バイトで返させてもらうぞ。で、たまって、スシーさん使うよくわかんない、セシリーさんのこの援護ね。で、無双出してと、これで蹴散らしていく。はい、し俺と戦え。ちょっと待て、話はそれからだ。戦ってから話っていう。まずこいつら勝たさなきゃな。すんげえ数いるんだよ。これぞ無双だ。よし、なんとか無双ゲージを溜めまして、空中からね攻撃したいですね。これで あんまりいなかったな。何か戦わねば。これいいね、ちょっと時間がね短いのがなんていうんですけどね。まあ、それも無双のね、レベルが低いからですよね。ラクス今回初ですからね、使うのね。まあ、押していきたいキャラクターの一人というんですかね。ほら。そうそうそう。よいしょ。よし。で、じゃあ、そろそろ行きましょうか。お時間も、8分とかなんでちょうどいいじゃないですかね。あ、やべ、オーバーヒートしちゃった。見たいた、ドモをね、倒せばクリアなので、倒しちゃおうか。すごいすごい、決めようぜ。ガンダムファイター、ガンダムファイターだ。使うか、ルナ協力してくれ。センキュー。おお、すげえすげえすげえ、より派手になったね。いや、デーハーになったね。戦争するなら元気だと思わないけどさ、元気出して。戦争とかダメ絶対だからね。でもそんな時だからこそっていうのはやっぱりあるかもしれない。共に戦いましょう。いいこと言うね、大好き。おお、痛い痛い痛い。このやろね、パイロット、パイロットじゃない、ガンダム越しとはいえね、女子に手を挙げるとはなんて否定やろうが。さあそれいい、できるだけのことを本当にしてくれてんのかね。おわ、全力で来い。やってやるぜ、速さなら自信がある。はい、これで倒せば終わりだね。はい、よしよし、今回も無事にクリアできましたね。シャーザクかっこいいな。まだ使えないんだよ、シャーがまだ使えないからね。もうやめろってやつだね。よし、やることは全部やれた。さてじゃあ帰還しますか。てっててん。はい、ということでね、帰ってまいりましたけれども、まあそうですね、3とか4じゃないですかね。うん、4レベル。だいたいこんな感じだよね、毎回ね。お、セシーさんの共感レベルが、2になりました。これでパートナーとしてね、参加できるようになると。あれ、でも、え、使ってたよね、もうすでに。まあ、いっか。あれ、あ、で、ランク3。お、これ、ランク1これいらないね。投げて。あ、ガンキャノンもこれランク3じゃん。いいね。
ね、これ投げようか。ランク2はこれいらないな。でガドシーも2、バウも2、まあ1あるから11を売るっていうことで、でゴッドガンダム3。はい、ということで、お話ですね。ここはどこなの、あなたは誰ということで、あの戦場であったあのプルですね、この女の子。グレミーと関わりがあるのかな。面白そうだ。ああ、信号に触っちゃったとかそういう感じ。まあいけないかどうかはともかく、その信号がやっぱりね、あのキーワードだとか大事な感じになってはいますよね。それが悪いことだったかどうなのかちょっと僕には分かんないけど、その子って、うん、まあまあ、柔道はアムロの時にね出てきたんだよね確かね。グレミーは違うと、ジュドは敵だ。グレミーとジュドは敵対してるわけですね。うん。はぐれちったと。何回も聞いてある気がするなこれ。どうだい、ミネバがなんか浮かない表情だね。出ましたこのメーゼルあ、オフローですか。はい、ということでね帰ってまいりましたけれども、お、メッセージがなんかあるのでこれ見てみようか。なんかつまんないプルーですね。でもなぁ、手伝ってよ。彼女の感じ方を素直に受け入れることでその心に近づけるかもしれない。まあ少年の心を持つ私であればちゃんと接することができるかもしれないですね。はい、ということで次、あの次回予告ということでね、次回、天井に集う戦女神たちの3、続きの方をねやっていきます。そうですね、多分また女性の方が誰か一人仲間になるみたいな、そんなような感じになると思うので、まあ、男性諸君はお楽しみみたいな感じですかね。まあ、この動画見る方は大体男性だと思うんですけども、まあまあそんなような感じでね、やっていきます。そうですね、もう少しやろうかね、時間がね余裕あるのでパートの方はね一回区切らせていただきます。今回珍しいことに割と長い感じになったんじゃないですかね。ではそうですね、一度締めさせていただいてまたすぐね収録していきます。では皆さん次のパートの方はチェックしてみてください。じゃあまた会う日まで、バイバイ。